影山雅美は神奈川県藤沢市出身のレーシングドライバー。血液型は RHB 型。元レーシングドライバーの影山雅彦は実刑。富士スピードウェイでレースデビューを果たした。結果は予選23位、決勝7位入賞という見事なジャンプアップであった。当時、すでに若いドライバーがレースキャリアをスタートさせる登竜門として知られていた。 富士フレッシュマンシリーズに初めて参戦した。1989年に日産ザウルスカップでフォーミュラデビューを果たし、シリーズ初年度のフォーミュラトヨタシリーズにステップアップした。4戦中3勝の成績を収め、シリーズの初代チャンピオンとなった。同じ年、影山が全日本、e、F3 選手権にも参戦し、 1991年と1994年には、マカオ GP にも参戦を果たすことになった。高い完走率と1994年のシリーズ2位の成績を有望とみなされ、当時、後に F1 ドライバーとなるエディアーバイニや、ハインツ・ハラルド・フレンツェンなどがしのぎを削っていた、全日本 F3000 選手権に参戦する機会を与えられた。 1995年、横浜アドバンタイヤのワークスドライバーとしてシリーズに参戦。たちまち頭角を表し、第7戦のトカチでは3位表彰台に上った。1998年にはシリーズ2位にランクし、シリーズにおけるキャリア中最高位の成績を収めた。スタンディングスタートにおける抜群の瞬発力はドルフィンキックと評され、 安定した走りと攻撃性で日本を代表するトップドライバーの一人となっていった。1989年、当時ツーリングカーの最高位とされていた全日本ツーリング選手権に参戦した。また、1995年からの3年間、横浜アドバンタイヤのワークスドライバーとして参戦した全日本ツーリングカー選手権においても、将来のルマン24時間ウィナーとなる。 トム・クリス・天イを相手に検討を示した。1990年から N1 対9シリーズに参戦し、1992年と2007年にはチャンピオンを獲得した。N1 対9には毎年恒例となっている24時間レースがあり、トカチインターナショナルスピードウェイで行われている、このレースに8回参戦し、2度の優勝と3度の任意を獲得している。 それだけではなく、彼のチームは常に感想を果たしており、走り抜くことが難しいとされる、このレースにおいて素晴らしい成績を収めている。グループ A は体制を新しくし、1994年に全日本 GT 選手権と解消された。影山はこのシリーズ解説より今日まで連続して参戦を果たしている数少ないドライバーの一人である。1997年には、 シリーズ2位となり、日産のワークスドライバーとなった翌1998年には、元 F1 ドライバーである、チームメイトのエリック・コマスと共に、日産 GT-R でシリーズチャンピオンを獲得した。その後、2000年にシリーズ2位、2003年にはシリーズ3位を獲得し、2004年に通算9勝で GT 最多勝ドライバーとして表彰されるに至った。2005年以降、 日産の若手ドライバー育成及び車両、開発プロジェクトの一翼を担うようになり、GT300 クラスに 350Z で参戦した。彼の高い開発能力は、その他にも、韓国のハンコックタイヤの開発という任務を担うことを依頼され、2008年は、ハンコックのワークスドライバーとして参戦した。この年、シリーズ最多出場ドライバーとして、百十一戦の参戦という、 功績を称えられ、再びスーパー GT より表彰された。海外での活躍には5回に及ぶルマン24時間レースへの参戦が挙げられる。1996年にトヨタの若手育成プログラムの一員として初参戦を果たして後1998年と1999年には日産ワークスチームの一員としてチームメイトである元 F1 ドライバー。 鈴木アグリと共に参戦した。影山は2000年、及び2008年にもルーマンに参戦し、第68回大会である2000年には、LMP1 クラスで6位という参戦中最高位を獲得した。2014年、全日本 GT 選手権、スーパー GT を通じて、唯一21年連続参戦ドライバーである。また、 ポルシェカレラカップジャパンのオフィシャルアドバイザーポルシェ、レーシングエクスペリエンスチーフインストラクターポルシェ、GT3 チャレンジカップ個人アドバイザーなどを務めている。ありがとうございます。